皆さん明けましておめでとうございます。なんかちょっと重いですね、空気が。なんかもう正月終わったしみたいな感じなんですけど、明けましておめでとうございます。元旦の礼拝にお出になった方もそうでない方もあると思いますが、元旦の礼拝でお話しした内容をですね、今日の週報のセルグループのしおりのところにまとめております。ちょっと振り返っておきたいと思うんですけれども、時ということについてお話をいたしました。現代はですね、とにかく忙しい、まあそれほどでないという人もいるかもしれませんが、とにかく何かこう時間に追われるといいますかね、そういう、まあ何でもかんでも気軽に手に入る時代ではあるんですけれども、何かこう追いまくられているというようなですね、そんな感じがする時代だと思うんですね。で、新約聖書が書かれたギリシャ語にはですね、この時を表す言葉が3つあります。ホーラという言葉と、カイロスという言葉と、クロノスという言葉があります。まあ、厳密に使い分けられているというわけではありませんけれども、まあ、大きく意味が違っておりまして、まあ、大雑把に言えば、まあ、意味の違いがあるんですけれども、このホーラという言葉は日とか年とかですね、1週間とか、そういうこの時間の区切りを表す言葉であります。で、これは神様がこの天地万物をお作りになった時に、区切られた時間なんですね。地球が自転する1週約24時間、そして太陽の周りを回る約365日、これは決して偶然そうなったわけではありませんで、神様が私たちのために作られた時間の区切りなわけですね。ですから、この区切りを大切にするということが、まずこの時間に追いまくられない秘訣なわけです。朝太陽が昇るときに、神様の新しい、憐れみ、新しい恵みを私たちは覚えてですね、感謝をして、始める。それがその日を豊かな幸せに満ちた日にすることは間違いありませんし、また夜寝る前に神様にその日を、一日を感謝して終わると。また1週間はですね、この神様は創造を6日間でなさいましたけれども、あえて7日目をお休みになったんですね。わざわざ私たちのためにこの休みをお作りくださった。私たちが労働から解放される日であり、しかしその日はこの天地万物をお作りになった神を覚える日、創造主を覚える日である。ですから、ぜひ今年皆さん、この日曜日の礼拝に頑張って出席してください。皆さんがこの日曜日の朝教会に来るというこのことはですね、皆さんにとってその1週間を幸いなものにする一番手っ取り早い方法です。どうしても教会に来れなければ、日曜日の朝に必ず聖書を読んで祈ってですね、創造主を覚える。これは神様のサイクルですからね、大切なこの周期を覚えていきましょうということですね。それからもう一つの言葉はカイロスという言葉なんですが、これは時期を表す言葉ですね。生まれるに時があり、全てのことには時があるというあのコヘレトの言葉にある、まさにあの時ですけれども、植えるに時があり、抜くに時がある。これは神様が時を定めておられる。私たちにとってそれは、なんで今なんだろう、なんでこの時なんだろうと思う時もあるかもしれませんけれども、神が定めておられる時を感謝して受けるということは、これもまたこの私たちが時を支配するというか、時に左右されない大切な秘訣だと思います。もう一つはクロノスというですね、これは期間を表す言葉ですね。
神様はさまざまな事柄を行われるときに、時には非常に長い期間、例えばイエス様をこの地上に送られるのはあのアダムの時から始めて、それこそ何千年も、もしかすると何万年ものこのクロノスを用いられた。イエス・キリストはこの地上におられたそのクロノスは1年なのか2年か3年なのか、そんなに長い期間ではありませんでしたけれども、それはそのキリストがこの地を歩まれるベストな期間、周期であったんですね。あるいは私たちに試みが与えられて、なかなかこの試みが去っていかない、試練が去っていかないという時もあるんだと思います。でもそれは私たちが忍耐を学ぶためのクロノスである。私一人一人に神様が備えておられる周期であるとして、これを感謝して受ける。エフェソの5章の16節でパウロは、時をよく用いなさい、今は悪い時代なのですと言っています。つまり私たちの背後には悪い時代が流れているんです。悪い時間が流れているんですね。だからこの時をよく用いなければ、この悪い時代に、悪い時に私たちは流されてしまう。でこのよく用いなさいと訳されている言葉は、もともとの意味は買い戻すという意味であります。あがなうというふうに訳されるところもあるんですけれども、買い戻す、つまり私たちの手から時が奪われてしまっている、時が、手を離れているから、これを自分の手元に買い戻しなさい、自分の管理下に置きなさい。そのためには先ほど話したこの3つの時というものをですね、大切にして、それをまた恐れて受け入れるということがですね、神に与えられた時を有意義に過ごしていく秘訣なんですよという話を元旦にいたしました。はい、ぜひまた YouTube にも上がっておりますので、興味のある方はご覧いただければと思います。さて今日はですね、今年の目標というテーマで、お話をしたいと思うんですが、先ほども読んでいただきましたけれども、今年の教会に与えられた聖句はですね、コロサイの信徒への手紙の1章の10節であります。コロサイの信徒への手紙がどういう手紙で、コロサイがどういうところで、パウロがどういう状況で書いたかっていうような話は今日はしません。またいずれやります。はい、それをやってるとどんどんまた長ったらしくなるので今日はやりません。これはもうこの今日はこの御言葉だけを取り上げてですね、お話したいと思うんですけれども、皆さんもうすでに今年の目標はお決めになりましたでしょうか。もう決めましたか。決めました。まだという方もあるかもしれませんし、もう決めたという方も、10キロ痩せるとか、それないですかね。それは僕の目標ですかね。10キロは無理か5キロぐらい痩せたいなと思いますが、毎日日記をつけるとかね、散歩するとか、まあ、いろんな目標を皆さん立てられていると思いますが、今日はですね、このクリスチャンとしての主の弟子としての目標を立てていただきたいと思うんです。主の弟子としての目標を立てるにあたって、今日このお読みしました今年の御言葉はとてもふさわしい。この御言葉の中にはですね、いろんな要素が含まれていて、この御言葉の中から、今年の、まあ、目標というかテーマとして皆さんが掲げられるようなことをいくつか紹介したいと思うんですね。で、今日の週報にはですね、この一番下のところに私の目標ってわざわざ空欄が、これ僕が頼んだわけじゃないんですけども、週報を作ってくれた人がうまいことここに書き込めるようにしてくださってますので、今日この私の話を聞きながら、ここに皆さんの目標を、ね、キリストの弟子としての目標を書き込んでいただいて、で帰ってこれすぐ捨てないように、これどっかに挟んどいていただいてですね、皆さんの今年の目標、今年のテーマとして、これを覚えて365日を歩んで、あ、もう65日ないんだね、360日と10
3時間細かく言えば、を過ごしていただきたいなと思うわけですが、もう一度この、今年の聖句をお読みいたしますと、すべての点で主に喜ばれるように主に従って歩み、あらゆる良い技を行って実を結び、神をますます深く知るようにと。これはパウロの祈りの言葉なんですね。実はパウロがコロサイの信徒のことを思って最初に手紙の中で祈っているんですけれども、その一部であります。パウロがコロサイの信徒のために祈った祈りは、また私たちに対する祈りであると思いますし、それはまさしく神の私たちに対する願いだと思うんですね。神様は私たちに願っておられることがここに散りばめられているわけであります。ぜひこれも覚えてね、いただきたいと思いますが、この中にじゃあ今年の目標になるようなことがどういうふうに記されているかというと、まず最初に、主に喜ばれる生活をしましょうですね。主に喜ばれる生活をしましょう、いいテーマですね。今年は主に喜ばれる生活をしよう。私たちは普段ですね、神様を喜ばせようと思ってあんまり生活してないんですね。なんといってもまず自分を喜ばせようと思ってるわけですね。自分にとって都合がいいというか、自分が嬉しくなるように、自分が幸せになるようにということを考えている。あるいは自分の伴侶であるとか、自分のお子さんであるとか、広く言ってもそれぐらいまでだと思うんですけれども、でも神様を喜ばせようと思って生活しているかって言われるとですね、あんまり考えないと思うんですね、そういうことは。時々なんかこんなことしたら神様は悲しまれるんじゃないかなと思うことはあるいはあるかもしれません。神様を悲しませているんじゃないかなということはあるかもしれませんね。もしそういうことがあるんだったら、やっぱりその神を悲しませていることからは離れなければならないと思うんです。罪であるとか、あるいは悪癖、悪い習慣、神様を悲しませているものが今までもしかしてあるならばですね、この年の初めはそういうものから離れようとする、そのいい機会だと思いますね。ぜひ、神を悲しませていることが何かあるならば取り除いていただきたい。そして神を喜ばせる、じゃあどうしたら神様を喜んでくださるのかっていうのはですね、これは実に大きなテーマなんです。簡単にリストアウトして、はい、これとこれとこれやれば神様は喜んでくださるというようなことでもありません。むしろ、常に考えておかなければならないことですね。でエフェソのお手紙の中でパウロは、何が主に喜ばれるかを吟味しなさいと言ってます。つまり主に喜ばれることは何かっていうことは、そんなに簡単に瞬間的に判断できるようなことじゃないと、よくよく考えなきゃいけないよと言ってるわけですね。しっかり祈って考えなければ主が喜んでくださるかどうかということはわからないんだと。でもそれを目指せと言ってるわけです。私たちの気持ちの中に、意識の中に、こんなことをして神様は喜んでくださるだろうか、あるいはこうすれば神様は喜んでくださるんじゃないか、神様はニコニコしてくださってるんじゃないかというような、そういう思いを持つということが何よりも大切なことだということです。神様は喜んだり悲しんだりしてるということなんですよ。私たちの生活を見て、私たちの言葉を聞いて、喜んだり悲しんだりしておられるんです。がっかりさせないように、ああ神様はまたかみたいなことにならないようにですね、むしろ神様がよく頑張ったねと言ってくださるように、主を喜ばせる生活をしよう、一つこれは今年の目標として、掲げられることじゃないかと思います。そしてまたその後で、全ての点で主に喜ばれるように主に従って歩みと言ってますね。主に従って歩むということも、主を喜ばせるということと非常によく似た言葉だと思いますけれども、
この主に従ってって訳されている言葉はですね、もともとの意味は主の価値にふさわしくという意味なんですね。主の価値にふさわしく、私たちは主イエスキリストの弟子ですね。弟子が死の価値を下げるようなことがあってはならないというわけですね。あなたはあの人の弟子なんですか。例えば皆さんが書道をやっておられて、字をお書きになって、あの申し訳ないんですがあなたの先生どなたですか、いやあの誰々先生です。そうですか。上手だったらいいですけどね、下手くそで、そうすると先生が残念なことになりますから、誰に指示してるかって、音楽の世界でもそうですね、音楽やる方は誰に指示したか、誰を師匠にしているか、誰に習ったのかっていうことがもう最後までずっとついて回りますね。そしてその人が上手になればその先生の価値を高めるというか、その先生が、褒められる。私たちはイエス・キリストの弟子ですから、逃げも隠れもできません。キリストの弟子として、ああそうか、あなたはイエス・キリストの弟子だからこういうことができるんですね、こういうことが言えるんですね、こういう生活ができるんですねというふうに言われれば、それはキリストの価値を高めることになると思うんですね。もちろんその逆もあるかもしれない。主の弟子として恥ずかしくない生活をしましょう。皆さんお正月どのように過ごされましたでしょうかね。ゴロゴロとしているいてもすぐに過ぎ去ってしまいますが、まあ、私が最近楽しみにしているのは何といっても箱根駅伝ですね。若い時にはあんなもの何が楽しいかなと思いましたけれども、年取ってからですね、もう箱根駅伝が楽しみでしょうがない、とにかくあの何は節というかね、ただ大学生が走ってるだけなんですけども、またあのそれぞれの選手のですね、その家族とか過去とかですね、なんかそういうものが一時語られるんですよ。彼は東北の出身だとか、彼のお母さんは去年がんで死んだとかですね、そういうで、そういうこうなんかいかにも、みんな頑張ってるんだみたいな、そういうあれですね、なにわ節のお話に仕立ててるんですけども、90年もやってるっていうんですから、なかなかのもんだと思いますが、あの選手がバーッと走ってるようですけど、実はあの選手の横であの監督も走ってるんです。車でですけどね、監督は車でずっと走ってて横で指示出してるんですね、ただその、皆さんご覧になった方はご存じだと思いますが、あの東京から箱根までですね100キロ以上ですか、ずっと人がいるんですよ。よっぽど暇なんですね。ずっと人がいるんですよ。でみんなもうあの大声出して応援してるんですね。だから隣で監督が言う声は聞こえないんじゃないかなと思うんですが、それがですね走ってる選手には監督の声は特別なものとして聞こえるそうなんですね。まあ、監督によっては大声下げるのもいるかもしれないけれども、あの優勝した東洋大学の監督はあんまり大きい声で言わないそうなんですけども、それでも選手はその監督がお前ちょっとオーバーペースだぞとか、ね、ここで頑張れとか、ね、もうちょっとあと何秒、ね、1秒を削り出せとか書いてあるんですよ、この腕に、ね、1秒削り出すんですよ、ね、往復200キロ以上走って、でもその1秒の重さ、なんか話がどんどん逸れてますけども、何を言いたいかというと、そのそばで監督が言ってるんですよ、いろいろ。でもその声を聞き逃してしまったら彼らはきっと失敗してしまう。でこれは私たちにも言えることなんですね。イエス・キリストは常に共にいてくださると、つまり私たちの横を走っておられるわけです、歩いておられるわけです。で私たちにいろいろ言ってくださってるんですね。でもその声に耳を傾けなかったら、せっかくイエス様がアドバイスしてくださっているのに、私たちはそのアドバイスを台無しにしてしまう。どこかでつまずいてしまう、どこかでオーバーペースになってしまう。主に従って歩むというのはまさにこの主の声に聞き従うということですよね。
そのために常にやはり祈り心を持っていなければならないと思うんです。絶えず祈りなさいとパウロを言っているのはそういうことだと思うんですね。ことあるごとに祈って、主の私たちの監督であるですね、主イエスキリストの、助言に、サゼッションにですね、アドバイスに耳を傾けていくということが、主に従って歩むということだと思うんですね。これも今年のテーマとして、掲げることのできることじゃない、言葉じゃないかと思います。そしてその次にパウロはあらゆる良い技を行って実を結びなさいと言っています。あらゆる良い技を行って実を結びなさい。あらゆる良い技ってなかなかちょっとね、ちょっとスケール大きいですけれども、私たち主の弟子にとって最も良い技は何かといえば、それはこの福音を伝えるということですね。福音を伝えるということが私たちにとって最も良い技です。生きている間は主の弟子に課せられている最高の最大の良い技は福音を伝えるということです。ぜひ今年私たちは福音を伝え続ける、常にその気持ちを持って、意識を持って人々と関わっていきたいと思うんですね。もちろん愛の技を実践する、あるいは教会での奉仕を始めたり続けたりするということも、これも素晴らしい良い技であります。しかし最も良い技は宣教ですね。キリストの言葉を伝える、それは言葉だけじゃなくて私たちの態度や生き方、それらのことを通してイエスキリストを伝えていくということが、まさに良い技そのものであると思うんですね。ぜひ今年のテーマとしてイエスキリストを伝えよう、福音を伝えよう、そういう思いを持っていただきたいと思います。そしてあらゆる良い技を行って実を結びなさいと言っています。実を結ぶという言葉もパウロの大好きな言葉ですね。クリスチャンは生きている間ずっと成熟し続けるものです。仕事は引退するでしょうし、私たちに課せられている課題は時が来れば終わりますけれども、しかしキリストの弟子は生涯成長し成熟し続けるんですね。どっかで下降線になるということはないですから、生きている間は神様が私たちに何らかのことを教えて、私たちを成長させよう、成熟させようと思ってらっしゃるわけですね。実を結びなさい。もちろん最高の実は宣教の実でありますね。キリストを伝えて、そしてその実が実っていく、教会に導かれ、信仰を告白し洗礼を受ける、これに勝る実はありません。そして私たち個人的なこととすれば、それはガラテヤ書にある霊の結ぶ実と言われているこれらのものも実でありますが、霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制ですと。今年の目標としてどれか一つを選んで、ぜひ今年はこの実を結ばせていただきたいと願って生きていくことも素晴らしいことだと思います。そして最後は神様をますます深く知ると、神をますます深く知るようにと言っています。神を知るというのも、これは今年の目標としてテーマとしてふさわしいのではないかと思うんですね。神を知るということですけど、私たちはどれぐらいこの私たちの創造主であり、私たちを救ってくださった神様のことを知っているでしょうか。はい、これぐらい知ってますってなかなか言えませんが、神はこの天地万物をお作りになった神ですね。どれほど私たちが学び、また後でも話しますが、体験をしたとしても知り尽くすことのできない神なんです。私たちが神を知っていることは本当にごくごくわずか一部です。皆さんぜひそのことに気づいてください。もっともっと神様、素晴らしい神様、奥深く、奥義の、まさに奥義の奥ですね。神はどういう神であるかということを、私たちの人生をかけて
知っていくということがどんなに素晴らしいことか。パウロは神を知るということを繰り返し繰り返し述べております。特にこのコロサイ書で述べているわけですけれども、あなたはまだ神様を知らないと言ってるんです。いやいや結構知ってますよ、いや全然実は分かってない、神がどういう方かということを分かってないから、なぜ神様こうなんですかと言うんですよと。神がどういう方かということを私たちが知ることができれば、私たちの生活はもっと豊かなものになるし、もっと輝いたものになるはずだ。それを知らないからつまずいたり失敗したり悩んだり苦しんだりするんだ。もっともっと神を知りなさい、神を知ってほしいっていうのがパウロの願いなんです。神を知るというこの知るという言葉は2つ意味を持っています。一つは知的に知るということですね。情報としてというか知的な理解、知識として知るということですね。もちろん神様を知識として知るために必要なのはもう聖書の御言葉を学ぶということですね。それしかありません。この本以外に神様のこと書いてないですから、どんなに素晴らしい本を何万回読んだとしても神のことを知ることはできませんが、この聖書を読むことによって私たちは神を知ることができる、神はどういう方かということを知ることができます。ぜひ今年も、あるいは今年は聖書を読み続けてください。新共同訳聖書を今読んでおりますけれども、まあ、古い文語訳もあれば口語訳もあるしね、新改訳もありますし、あるいは英語の聖書とかフランス語の聖書とかね、まあ、世界中にフランス語はちょっとあれですかね、1000以上の言葉に聖書を訳されてますが、聖書を読むことによって私たちは神様を知ることができるのは間違いないですね。そしてまたこれを覚える、ユダヤ人は聖書を覚えるということにとにかく一生を費やすんですね。まあそうでない人もいますよ。タランプラのユダヤ人もいますが、敬虔なユダヤ人は旧約聖書を全部覚えてるという人もいるぐらいですから、小さい時からとにかく聖書を覚えさせられる。暗唱聖句苦手な人はですね、僕なんかそうですけども、歌で覚えたらいいですね、だからあの歌をこうにすると覚える。逆に言えば御言葉が歌になっているものはたくさんあります。まあ聖歌もそうですし、教会で歌う歌もそうですけれども、そういうものを覚えることによって御言葉を覚えていく。それは知的に知るということです。もう一つ大切なことは体験的に知るということです。神様がどういう方かということを体験する。あのヤコブが、ヤボクの私というところでですね、ヤコブとヤボクの私、ちょっと分かりにくいですが、このカナンの地に帰ってくるときにね、まさに主と格闘したというお話がありますね、まあ、あそこまで神様と深く格闘するというようなことが私たちの人生にあるかどうか分かりませんが、今年もしかしたら皆さんにとっては本当に主と格闘するような年になるかもしれません。先生そんな不吉なこと言わないでくださいと言われるかもしれませんが、でもそれは主を深く知るために。信仰による試練はいかなるものよりも価値があるとペテロが言ってますけれども、それはですね、そのことを通して私たちは神様と格闘するんですね。そういうことがなければ神がどういう方かということを本当に知ることがないんです。深く神を知るために、時には神はまさに火のような試練を与えられるかもしれません。でもその時皆さん思い出していただきたい、神を知らなきゃいけない。私たちはまだ神を知らないんだ。体験的に神様はどういう方かということを知るために、今この試練が困難があるいは病が与えられているんだということをですね、覚えていただきたいんですね。そしてこの1年が終わるときに、ああ少し神様のことは分かりました、神様はどういう方かということを分かりましたと証ししていただきたいんです。知的に知ることも、そしてこの体験的に経験的に知ることも大切ですね。コロサイの 3-10 に、作り主の姿に習う新しい人を身につけ、日々新たにされて真の知識に達するのですと、この3章の10節でも言っておりますけれども、
日々新たにされていく。クリスチャンは日々新たにされていきます。主の弟子は昨日とは違います、新しい一日が皆さんに与えられている。主と共に歩む一日、それは主を喜ばせる一日です。主に従っていく一日、主を知っていくための一日です。良い技に励むための一日であるし、そして身を結ばせるための一日なんですね。というようなことで、この十節には、主の弟子として皆さんの今年の目標になるような教えが、私は5つこの中から挙げましたが、これは目標というよりもテーマって言った方がいいかもしれませんけれども、神様を深く知る、この1年神様を深く知る年にしよう、あるいは良い技に励む年にしよう、御言葉を伝えていこう、イエス様のことを語っていこう、キリストの弟子として生きていこう、また身を結ぶ年になるように、あるいは主に喜ばれる生活をしよう、主を喜ばせる、喜ばせるっていうのはちょっとね、おこがましすぎますが、主に喜んでいただくという方がいいでしょうかね、生活をしよう、あるいは主に従って歩もう、主の御声に耳を傾けて、自分の悟りに頼らないで主の声に従って歩んでいこう、もうすでに目標を定めておられる方もあるかもしれませんが、ぜひこの修法のここのところにですね、皆さんがあこれだなと思う目標がありましたら、ここに、記しておいてください。そして1年が経ってですね、私が今年の年末の証し会で聞きますから、皆さんにどうでしたかと、今年の目標、今年のテーマ、皆さんいかがでしたか、ああそんなことあったなと、1月の半ばまでは覚えてたんですがみたいなことがないようにですね、ぜひ、もちろん私も含めてですけれども、キリストの弟子としてふさわしく歩むためのテーマを掲げて歩んでいきたいと思います。お祈りをいたしましょう。恵み深い私たちの天の父なる神様、あなたの憐れみによって、恵みによって新しい年が私たちに与えられておりますことを本当に感謝をいたします。これはただ自然現象として人間の暦として始まったものではありません。あなたの憐れみがまたこうして伸びたということに、その証拠であることを覚えます。そしてそれは私たち一人一人にとって、主が新しい計画を持っておられる、また私たちをあなたは深く深く愛しておられて、成長させたいと願っておられる、私たちが少しでもこの地上に生を受けた者として成熟し、あなたの弟子として少しでも成長する、一歩でも半歩でも前に進んでほしい、その期待の表れであります。どうぞ神様、これを無駄にすることがありませんように、ただただ流される時に、この悪い時代に流されて、この悪い時代に支配されて、気がついてみたら何もしないで1年が終わったということがありませんように、私たちはみんな等しくあなたの深い御愛によって守られ支えられているのでありますから、どうぞそのことを覚えて、今心に決めました今年の目標、今年のテーマを常に思い出しながら、与えられた日々を喜び、そして感謝のうちに歩ませてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。